皆さん、こんにちは。ロトサービスです。皆さんは、セントについて考えたことがありますか？もちろん、過去に行われたセントではありません。これからセントすることについてです。おそらく、東京都民の多くが反対するでしょう。しかし、東京都民以外の方はどうでしょうか？鳥取県の推計人口が、今年2021年、戦後初の54万人台に突入する見込みとなりました。人口減少が続いています。これは、鳥取県に限ったことではありません。ほとんどの道府県で、人口減少の傾向にあります。これは、出生率の低下だけでなく、転出が転入を上回った結果でもあります。このままでいいのでしょうか？町は、人が減れば活気を失います。経済も衰退します。大都市だけ元気で良いわけがありません。日本は大都市だけで成り立っているのではありませんから。日本経済の失速が叫ばれて久しいですが、一極集中による地域の経済格差が原因の一つのような気がします。また現在の日本のように、人物金が特定の都市に集中する状況は健全ではありません。セントしろ、は言い過ぎとしても、首都機能分散は必要だと思います。首都機能分散の方が、オリンピック開催よりも効果があるのではないでしょうか？大都市圏の皆さん、今以上に、あなたの地域の人口増加を望みますか？地方の皆さん、このまま人口減少が続いてもいいですか？人々の関心が新型コロナウイルス感染症ばかりに向いていますが、大切なことは他にもあります。皆さんが一度頭を冷やして落ち着いて考えるべきです。今日もご視聴ありがとうございました。ロトサービスがお送りいたしました。では、さようなら。